実はそのコンプレックスの塊なんですよ。なるほどなるほど。高校2回退学になったりとか、うんうん、挫折ばかりだったんですよ、うん、どっか自分に自信が持てなくて、うん、ものすごいコンプレックスを考えていたっていう幼少期を過ごしていたので、うんうんうん、それがやっぱりこう原点というか、まあ、心の底からこうもうエネルギーになってるのかなと思います、ね、ですよね。逆境に僕すごい強いって言われるんですけど、うん、そのピンチを絶対チャンスにしようっていうふうに思うんですよ。なるほど。今年のさ、まあ、事件のこともそうですけど、うん、僕の人生の中でやっぱすごく大きなことだったんですよ、うん、でものすごくピンチだった、うん、過去に起きたことは変えられないんですけど、うん、あのことがあってよかったなっていうふうに、うん、将来思うことってできると思うんですよ、うん、最後はその1億8000万っていう形でね、あの食材をして、まあ、自分の言いたいことを主張しようっていうのは決まってたんで、うん、ゴールは。でもやっぱり相手にしてもらえないじゃないですか、うんうん、もうそういうレッテルを貼られてる人間なので、うんうん、じゃあどうやったらこの自分の思いを伝えられるか、うん、それを考えて、うん、まあ、やったのがまあ一連のこう青汁劇場。自分がピエロになってでもいいから、うん、興味関心を引いて、うん、自分の本当に伝えたいことを最後主張しようと思ってやっていたんで、うんうんうん、逆境の中だったんでできたこと。そうか、はい、あの時諦めていたらいなくなってたと思いますし、うん、レッテルを貼られたままだと思います、うんうん、だからこんな僕ができたんだからもう他みんなできると思うんですよ、うんうん、はい、来年実はやろうと思ってるのは上場企業を買おうと思ってるんですよ、はい、一株主になるっていう意味で買おうと思ってるんですよ、はい、ピンチをチャンスに変えろです。